ついに運命の受験当日がやってきた。ここまでいろんなことがあったけど、あとは自分を信じて、やりきるだけだ。積み上げてきた、自分の努力を信じよう。絶対に合格してみせる。アーシは医者になるんだ。ないがしろにされてもいい命なんて、この世にない。すべてに絶望していたアーシに、そう教えてくれた。ブラックカッサ先生のような立派な医者になるんだ。よし、行こう。探したぜ、紬。お父さん、どうしてここがわかったの？ぐだぐだ言ってねえで、家に帰るぞ、クソガキが。やめて、話して、お父さん。アーシ、これから大事な用があるの。お願いだから、話して。知ってるよ、受験だろ。絶対に行かせないからな。親の面倒も見れない奴が大学生になりたいとか。ふざけてんじゃねえぞ、こら。やめて、お願い、行かせて。お願い、もう、アーシを許して。